皆さんこんにちは、林家まる子です。さて今回も家族で茨城県を楽しむということで、主人の元ボクサーの国重隆、そして娘の2歳こっちゃんと、ファミリーセットでお送りしております。今日私たちがやってきたのは茨城県日立市大田尻海岸のすぐそばにあります素敵なお宿、宇野島ヴィラにやってきました。茨城県の冬の味覚といえば、そうあれですよね。今日は茨城を代表する冬の味覚をご紹介します。今日やってきたのは2014年4月にリニューアルオープンした太平洋の美しい海を一望できる宿、宇野島ヴィラ。木のぬくもりが優しい魅力的な建物に、地元食材を使った美味しい料理が楽しめるカフェ&ダイニングシーネ。みんなが集い、笑い、楽しみ、そしてつながる集会と、ゆずりはハウスを併設した素敵な空間です。はい、どうもこんばんは。こんばんは。今日はどうもようこそいらっしゃいませ。どうも楽しみにやってまいりました。はい、今日は、用意していただいたお鍋は、そうですね、あの当館 の, あの名物のあんこう鍋でございます。来ました、あんこう鍋、はい、パチ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 こっちゃん生まれて初めてのあんこう鍋なんですけど、実は国重隆38歳も生まれて初めて初関西人なんで、ね、そうですよね。西のフグ、東のあんこうと言われてますから、はい、でこれで両方制覇ですね。わー、おお、何ですかこれは。秘伝の先代から引き継いだ味噌だれで、作っておりますので、これの味噌だれと淡白なこのあんこうがですね、はい、非常にマッチして美味しいですね。はい、しかもなんか見たところ、はい、お野菜もなんか普通のお鍋ではなんか、そうですね、見かけない。当館では結構あの野菜にもこだわっておりますので、はい、あの白菜をですね、黄色い白菜で、これ天日干しでちょっと甘みを増しております。うん、はい、で人参が真ん中にありますが、実はよく見ていただくと2色使っております。一つ一つこだわり抜いた。そうですね、結構こだわってます。こだわって楽しみですね。楽しみですね。じゃあごゆっくり召し上がりください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。人生初あんこう鍋茨城の冬を代表する味覚、あんこう鍋。西のフグ、東のあんこうと並び称されるあんこうは、姿に合わず味は淡白でコラーゲンがたっぷり。うまーい。なんで。パパうまーい。こっち褒めて褒めて。うわー、パパ上手。こっちゃん見てごらん、美味しそうでお魚。ほら見て、綺麗でしょ。ほら。見て。綺麗ね。綺麗ですか。合格ですか。オッケー。オッケー。うん、オッケーです。じゃあ閉めまーす。はーい。では火をちょっと強めまーす。楽しみだね。じゃあ3。2、1、オープン。わー、おいしそう。これおいしそうだね。わー、やっぱり茨城の冬といえばあんこう鍋ですよね。いただきます。まずは汁から。あ、はいはい、もう野菜のエキスがたっぷり出て、ほんと一口いただいただけで体が温まりますね。わーい、あんこういただきます。うん、うん、すごい弾力、あの焼きフグの弾力に似ている。お魚なんですけどね、ほんと鶏肉っぽくって、あー、茨城の冬って実感しますね。温まる。うん、肉は脂肪が少なく低カロリーなため、女性にも人気でさっぱりと食べられます。
今回初めてのあんこう鍋ということで、関西はやっぱりフグなんてね、あんこ食べたことがないので、初めての言葉期待してます。ではいただきます。夢にまで見たあんこう鍋。魚ですけど弾力がありますね。な、そう、美味しい。お、よかった。魚だけどなんか鶏肉っぽい。そうね。弾力感が。ね、これ、そう、味噌ダレと合う。合いますね。本当淡白なんですけどね、この濃厚なお味噌のね、このスープと相まって、本当に絶妙なバランスですよね。お野菜もいっぱい取れますし。食べたそばから体がポカポカなるんで、もう皆さんおすすめですよ、あんこう鍋。しかもこう茨城に来て食べるっていうのがね、いいですよね。これからが一番おいしいあんこう。特に寒い時期には鍋でいただくのが最高。ぜひあんこう鍋を楽しみに茨城へお越しください。それでは今日はこの素敵なお部屋に宿泊をして、明日も家族で思いっきり茨城を楽しみたいと思いまーす。じゃあね、またね。またね。うれしいな、うれしいな、うれしいな、うれしいな。バイバイ。翌朝、宇の島ヴィラから見た日の出は言葉を失う絶景でした。冬の茨城はこれから、ぜひ楽しんでください。